おっと、よし、じゃあ食べてみてください。どうぞ。うん、おいしい。さあ、春になりましたらいちご狩りを楽しむ方がいらっしゃると思います。隣にいらっしゃる方ご紹介しましょう。宮原さんです。こんにちは。こんにちは。宮原さんはここの観光農園長。はい。今日はですね、いちご狩りを、まあ、経験した方もいらっしゃると思いますが、これから体験してみたいなと思っていらっしゃる方に必見です。いちご狩りの方法、そしてどんないちごがあるのかご紹介したいと思います。さあ、それでは宮原さん、はい、ぜひ農園の中をご紹介してください。はい、中へどうぞ。はい、じゃあお邪魔します。うわー、すごい、かなり広いハウスですね。4端っていう広さなんですけど、会社が作ってる全体の面積でいうと東京ドームの半分ぐらいの広さになっています。まずこのいちごのご紹介をしていただけますでしょうか。はい、品種が6種類だそうです。さあ、こちらは何といういちごでしょう。こちらが紅ほっぺという品種になります。紅ほっぺ、わあ、かわいいですね。ちょっとこれご覧ください。大きいですね。はい、宮原さん、すごい大きいですね。はい、でもこれよりももっと大きい時にはこんなもう手に乗らないぐらい大きい時もあります。はあ、紅ほっぺはどんな特徴があるんでしょうか。紅ほっぺはさっぱりしていて甘さもあるので男性の方にも人気があり、味が濃厚な品種になってます。毎年ですね、お越しになる方はいろんな品種を楽しみにしていらっしゃるでしょうね。はい、そうですね。さあ、そして宮原さんにこのいちご狩りの方法、まあ、やり方ですね、教えていただきたいと思います。ピースしていただいて、ピースでこの上の部分を挟んでいただきます。ほうほう、挟んでちょっと横にずらすだけで取れるので、これを取ったのを練乳やチョコレートなどもレジのところに置いてあるので、いろんな味を楽しんでみてください。じゃあちょっと私も一回いちご狩りしてみていいですか。はい、この辺、こういうのを取る、これですね。はい、これにします。ピースをして、こう挟んでいただきます。はい、そしてこのまま引っ張る。はい、簡単、簡単です。じゃあちょっと、はい、じゃあ、はい、じゃあ、失礼します。おいしい、甘酸っぱいです。そしてなんていうんですかね、今取ったばっかりなのでジューシーです。はい、みずみずしい、もういちごのジュースをそのまま飲んでいるようです。子供喜ぶでしょうね。子供さんも笑顔でたくさん食べられてます。そうですね。で、こちらの、まあのー、システム、はい、いちご狩りに来た方は、はい、まあ、料金をお支払いいただいて、はい、時間などは決まってるんですか。時間はこういう練乳などチョコレートをついでいただいて、その後は夕方の4時までは時間無制限の食べ放題となっているのでぜひ時間を気にせずたくさん食べてください。いちご狩りにお越しになったお客さんにお話を伺いします。こんにちは。こんにちは。さあ、お二人はどちらから今日はお越しくださいましたか。福岡の久留米から。ここは知っててお見えになったんですか。いや、なんかネットで調べて、なんか人気で美味しい、いろんな種類が食べれるって。この体験していかがでしたか。まあ、やっぱ自分で取って食べるのがとても楽しくて、しかもいちごが美味しいのでもう大満足です。大満足、はい、大満足です。すごい美味しい、いろんな種類が食べれて、香りもいいですもんね。そうなんですね。やっぱ入った時にふわっと香るのが。どれが美味しかったですか。そうだね。一番向こう側ですかね。どんな味がしたかこう説明できますかね。甘かったです。こんにちは。こんにちは。上手な挨拶でした。いちご狩りは楽しかったですか。楽しかった。いちごのお味はいかがでしたか。美味しい。美味しい。どれだけ食べたか見せてください。うわー、すごい。お母さん、このいちご狩りはよく来られるんですか。あ、初めて連れてきて、はい。あ、そうですか。皆さんでご家族でお見えになっているんです。お父さんもいらっしゃいますけども、どうですか、いちご狩りの感想を教えてください。子供たちがすごい楽しそうなんで連れてきてよかったです。初めて来た感想を教えてください。おいしいです。おいしい。楽しいです。楽しい。どんなとこが楽しかったですか。ピッ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 取れるところですね。はい、どうですか。楽しいです。ちょっと今お餅のいちごを食べていただいて感想一言で。うん、おいしい。